皆さん、こんにちは。現在、ジャニー事務所性加害問題があらわとなり、過去のジャニーズやジュニアたちが勇気を持って発言し、表に立たれておられますが、元男組の土田和則さんもその中の一人で、そしてそんな土田和則さんは、暴露本、ゆうずるいよ、を出版する予定だそうです。今回は、そんな暴露本の内容、出版の経緯などについてまとめていきます。まずは、土田和則さんの現在について見ていきます。芸能界を引退されてから、30年が経つ土田和則さんですが、2023年5月19日に X を始めています。X を始めた経緯や、目的については、なんで Twitter を始めたか、私が語ったことで、また憶測や誤情報が目に入ったら正すためです。もう偽りはいらないから。としており、X のプロフィール文には、元ジャニーズのタレントとして、問題が解決するまで発信を続けていきます。と記載しています。X を始めるまでの詳しい経緯については、芸能界を引退してから、田舎で一般人として生活していたそうですが、ジャニーズが性加害問題でクローズアップされたことにより、YouTube 動画等で土田和則さんに対する何の根拠もない憶測で書かれたフェイクニュースが拡散され、そこからご近所の人に恨まれるような悪いことをしたのではないかというふうに思われ、自分の家族までもが肩身の狭い思いをすることになったことで、心身ともに体調を崩し、当時行っていた介護の仕事を辞めなければいけなくなり、何とかしないといけないと思い、行動に移ったそうです。今現在は深刻な睡眠障害があり、2023年7月から入退院を繰り返しているそうです。そのような経緯で情報発信を始めた土田和則さんですが、彼の根強いファンはまだ多くいたようで、土田和則さんを思い続けていたファンとしては、現在の土田和則さんの消息が知れたことや、土田和則さんとつながれたことは、事情は複雑ながら嬉しくもあったようです。土田和則さん自身もまだこんなに自分を応援してくれているファンがいたのかと驚き感謝を述べています。さて、そんな土田和則さんが出版する暴露本の発売時期についてですが、手記はもうすでにできているそうですが、現在土田和則さんは体調を崩され療養中であるため、体調が回復し退院でき次第、早急に発売するとのことです。購入方法については現在検討中で、自費出版を考えているとのことです。出版する経緯については、初めは治療費に充てるためだったそうですが、現在は弁護士費用等に充てたいと考えているそうです。また土田和則さんは X でこのような投稿もされています。すべての人に分かってほしいこと、ジャニーさんの問題は現役 OB 皆墓場まで持っていく出来事だった。しかし精神崩壊、社会不適合、家庭崩壊、他さまざまな問題を抱えることになった人たちが大勢いる。すべての人には人権がある。私は問題を抱えることになってしまった。守らなければならない家族や親類がいる。静観していられなくなった子行動に出た。もちろん人権の蹂躙には断固として対応します。準備もしている。事務所に対しては誠実に対応してくれなければ、私の持つまだある全ての情報を開示することも辞さない覚悟を持っての行動なのです。さて、そんな暴露本の内容についてですが、土田和則さんの体験談となっているそうで、今までで最もおぞましいと思ったこと、ジャニーズ事務所を辞めた後に起きた3つのびっくりすること、ジャニーズ事務所にて大役デビューした後に、引退後、下積みからまた始めた話、ドラマ毎度お騒がせしますの中盤から木村さんや西川さんと目を合わせなくなった事情、誰もが知っている被害者、自分が見聞きしたこと感じたことを固有名詞で、被害を受けなくてもデビューできる人がいるのはなぜだと思うかという内容だそうです。そして土田和則さんはこの中の内容にはきっと衝撃を受けると思うと明かしています。さて、そんな土田和則さんですが、現在結婚はされているのでしょうか。土田和則さんは芸能界引退後、40歳を過ぎてから結婚されています。40歳過ぎてから電波が届かないような田舎に越されたとのことですから、もしかしたらそのタイミングでだったのかもしれないですね。土
土田和則さんに子供はいないということですが、妻によってはこれから子供を授かることも考えられます。俳優の藤岡弘、さんは55から61歳の間に子供を4人も作られています。家族構成については、父、母、義父、義母、祖母、兄弟の甥、その嫁、弟2人だそうで、これを聞くと親戚とのつながりがあるのだなということを感じますね。弟は広告業で働いているらしく、これお前のお兄さんだろなんて声かけられたそうです。また土田和則の弟もジャニーズ事務所に入ったという情報が流れているらしいですが、これはデマ情報だということです。そして歴代彼女については数名の名前が挙がっており、高橋玲子さん、ブルナカノさん、佐藤恵美さんです。一人ずつ見ていきましょう。高橋玲子さん、土田和則さんと高橋玲子さんは同じ学校に通っていて、高橋玲子さんが一つ上の学年でした。二人が通っていた学校は明治大学附属中野高等学校で、お二人は付き合っていたということです。高橋玲子さんと聞いてもピンとこない方も多いかもしれませんが、情報によると高橋玲子さんは1986年にデビューし、あまり売れずすぐに見なくなってしまったようです。ネット上にもほとんど情報が残っておらず、 YouTube に残っている数少ない動画が唯一残っている情報のようです。彼女も現在では55歳ということになりますが、今どこで何をされているのでしょうか。ブルナカノさん、土田和則さんとブルナカノさんはドラマ毎度お騒がせしますで共演し、当時は仲良くよく遊んでいたそうです。そしてブルナカノさんが過去に中野のブルちゃんというバーを開いていた時に、土田和則さんが中野のブルちゃんを訪ねていき、そこで27年ぶりくらいに再会したそうです。ブルナカノさんはその時のことをアメブロに書いています。超嬉しいサプライズだったよ。昨夜お店に覚えてるって一人の紳士が、全然わからなかった、懐かしい、当時は寝ないでみんなで遊んでたな、話はつきませんでした、とても楽しい時間を過ごされたようですね。ブル中野さんは日本の元女子プロレスラーで、学年でいうと土田和則さんの一つ上です。同年代で馬もあったのでしょうね。ですがお二人は付き合ってはいなかったようです。佐藤恵美さん、歌手で女優をされていましたが、現在は引退している佐藤恵美さん、ファンの証言によると土田和則さんとはドラマ共演歴があり、何かと付き合っていた情報が出回っているそうですが、デマ情報で付き合ってはいないそうです。いかがでしたか。今回は土田和則さんの暴露本の内容、出版の経緯、現在の様子などについてまとめていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。